おっす。おらゆっくりかさごだ。こんにちは、孔人さんです。ああ、人さんだ。孔人さんは、孔人山に住んでる神様なんだぜ。皆様はじめまして、以後お見知りおきよ。孔人さん、孔人さん、コアヨがめっちゃ釣れたから、天ぷら作ってほしいぜ。これはいっぱい釣れたわね。えらかったね。じゃあ料理するね。 まずは、鮎のお腹を押して、糞を出してね。内臓は取らなくていいの小ユは、内臓も美味しいから大丈夫よ。次は、クッキングペーパーとかで、魚の水分を取ってね。次はこれね。コツの、いらない天ぷら粉。これを、少し水に溶いて、魚にべったり塗るの。油は、お鍋にたっぷり入れて、180度くらいまで温めてあげていってね。それじゃあ、揚げていくわよ。じゃじゃん。できたわ。 何これめっちゃうまそうやん。さすが孔人さんは日の神様だから料理うまいね。ふふふ、それほどでもないわ。今日はここまでチャンネル登録お願いします。またねー。